アキナの飽きないチャンネル。今日はちょっとあれですけど、アキナの飽きないチャンネル、ビッグフィッシングと言っても過言ではない第三長太の東根船長です。ドン。もうちょい近くでやるんじゃん、こういうのって。釣れそうな魚とかは今の時期だと何ですか？今の時期はやっぱり青物。青物、ブリ。うわ、ブリ、最高のブリ。いや楽しみ、最高。これレイバーちゃうやんか。いや違う、あ違う違う違う、これやっぱその笑い方やめて払う。あいつ笑い、ね、多分さ、秋山さんのこれやんか。あ、このこれで釣らしてもらえるから。船長が用意してくれたやつね。これちょっと今の間にもう7分で作んやったら作っとかなあかんから。作るって何？そうやな、ちょっと待って、ちょっと待って。あー飛んでる、冷てー。あー最悪や。そっちは、うわー俺もう来てるで、めっちゃ来てる、めっちゃ冷たい。あーやばいやばい、ここうわやっべー、冷てー。あー無理無理、寒い。あーめっちゃ寒い、冷たー、塩辛い。うわちょっと待って、想像と違う。最悪や。めっちゃ濡れてる。一番濡れてる、ほんまやばい。一番濡れてるやん。ここそうやわ、ちょちょっと待って、寒い。すっげえ。結構揺れますね。結構揺れる。うわあ、これびしゃびしゃなるわ。なりますね。もうすでにだって。おお、めちゃめちゃやもん。あ、冷たもん、めっちゃ濡れてる。ちょっと待って、これどうするんやろう。もう結構波きついな。きついです、結構揺れます。これはキャンプってなんかもう優しい釣りが良かったわ。初心者やし。川釣りとかで良かったよ。俺もそんな知らない。ちょっと待って待って待って、これどうやってやんの？もう着くで7分やったら。やり方が分かれへんの。もうほんで見てる人はそんなこれ伝わらへんねんな。この過酷さ。そうですね。ちょっと待って、これどうやってやんのやろ。これがキャブで着くで。え？キャブで着くで。やってるやってる今。ちょっと待ってちょっと待って。これなんやろ。ちょっと待ってちょっと。おーおーおー。おぉ、あー怖い、ちょっと怖いわ。すげーな。うわー、あ、でも後ろ綺麗。うわすげーな、昔海峡めっちゃかっこいい。綺麗綺麗ね、それもめっちゃ綺麗。あ、ええ天気やけど海だけこんな荒れてる。あ、浮き取れた、浮き取れた、やばいやばいやばい。キャプテン、目的地この辺ってこと？あ、でもめっちゃ揺れる。あ、ちょっと待ってくださいね。はい、勝負、どっちが先に釣れるか勝負。おめっちゃ揺れる。あ、ちょっとここがもう目的地ですか？そうです、ここは目的地です。あ、ちょっと待って。あ、怖い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 。で、はい、今日はこういうジグを使います。はい、はい、でこのジグが一応 200g あるんですけど、はい、ちょっと潮が早いので、はい、トームためのやつ用意しまして、はい、でこれをですね着底さして、まあ、このジグの特徴で言えばこのピョンと上がったこれが横向いてこうヒラ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 と。なるほど。それをハマチたちは全部下からひったくっていきます。はい、なんでこの竿は一色10m、今赤色一色 10m ありまして、はい、こんな揺れるんですか？2色がね、はい、次こ
ちょっと待ってください、説明入って説明ちょっとすいません、ちょっと待ってくださいね。こんな揺れなんですか。いや僕は操船士は揺れません。ちょっと待って怖っ。この状態で一回竿を上げてもらって巻く、はい、上げて巻く、それを繰り返す、巻く、はい、上げて、でこの上げた後にあのジグがさっき言ってたようにこうってなってるんで、そのアクションで食いついてくるんですか。そうです、ね、またはあ、なるほど。もうこれの繰り返し、ここに今言ってたようにブリーもいますし、はい、サワラもいます。マジでちょっと待って、サワラも。そうなんです。でサワラもおるんで一応そういうふうに狙ってもらえます。え、釣りたてをほんまにすぐさばいて食べたりもできるってことですか。やります。うわー、めっちゃやりたい、めっちゃやりたい、全然ほんまにほんまに釣ろう、やりたいな、マジで釣ろう、うん、今からもう一度ポイントに戻って。ポイント戻る。え、いや、ここはちょっと大部分も動いてるんですよ。あー、なるほど。でもう一度戻って、そんな繊細な、はい、そうです、繊細です。海は広いですけどポイントは狭いです。へえ、海は広いけどポイントは狭い、そういうことよ。じゃキャプテン何してんの、ずっと。さあ、この辺りからやろうと思いますよ。はい、皆さん確認さを持っていただいて用意しましょうか。なるほど、これ落としていいってこと、まず。はい、おお、ほんでここ？はい、ここ35m。はい、しゃくってください。反応出てますよ。反応出てる。そこついてない。1回上げて巻く、1回上げて巻く、1回上げて巻く。うわ、ちょ待って、なんか行きそう、ほんまにありそうやな、なんか出てきそうです。頑張って。僕ちょっと針がね、これつけれないから、ブレ上がってきた瞬間これでパーン叩くわ。ちょいちょい。このひょいっと上げるたんびに針が水面より上にあんねや。多分ちゃんと見といてくださいね、ほんまに。30センチぐらいしか水使ってないねんな。短いんですよこれ、想定より糸が、okay. これやばい、あれちょっと原くんの中力になられへんかも。俺今なんか気分的にはあれ、なんかお父さんの釣りついてきた感じ。いや、俺垂らせんで今ずっと。これが引っ張られたらすぐ持ち上げるから。あ、針全部浮いてたわ。いいな、それ楽しそう。どうなんそっち、むずい？いや、もう覚えたら簡単。やっぱ釣りってなんかあれやな、なんかちょっと喋らんようになっちゃうやつか。なんかわかる。いや釣りたいな。ほんま釣って、釣りたいですね。俺今こうキャプテン何してんの？待ち網っていうの？え？待ち釣りっていうか、今ここに垂らしてんねん。おう、でこれがクンクンってなったらもうそのままもうベターン投げの感じで、ここにベターンくるから。それいけんの？針は浮いてるけど、も戻って一部の。おお、結構反応出てるよ。反応出てる。ちょっとめ楽しそう、いいな。反応出てるよ、チャンスよ。チャンスってことですよね、今。普通にブリですよ、やっちゃってよ。釣っちゃって、普通にブリ釣っちゃおう。海に遠慮するなよ。じゃあうるさいな。
集中な。集中したいねん。お魚に感謝して遠慮すな海に。おお、また来たよ。また来たよ。また来た。いけるいける。行こう。そこまで落として、そこまで落として、そこまで落とそう。そこまで落として、そこまでもう一回落として、落として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 落とそう、落とそう、落とそう、もっと落とそう。全部上げ切ったな。でもう一回下ろす、繰り返さんでもいい、一回下ろしてみようかのタイミングで、もう一回下ろしていってもいい。自分のタイミング作っていこう。海に遠慮すな。釣りってそんなんや。起きてるか俺の。俺の張り浮いてるわ。ちょっとキャプテンは何をやってんの。何が。釣りやってる今。やってる。そう、鼓舞してくれるのは嬉しいね。あ、来た来た来た。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、こんな多いの。めっちゃ来た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 。俺の、ちょっと待って、巻くの。もうもう来てる来てる。ヨウちゃん行け。サムちゃん来ました。ヨウちゃん行け行け。巻かれピチピチタイム。もうもう、ちょっと待って、折れる。大丈夫大丈夫、落ち着け。サムちゃん持っていくでしょ。落ち着け落ち着け、サムちゃん、サムちゃん落ち着け、サムちゃん落ち着け、サムちゃん重いね。落ち着け、サムちゃん、サムちゃん頑張れ頑張れ、落ち着け、いけんぞ。これ来てる。海に遠慮すな。あ、軽なった。いや、大丈夫大丈夫大丈夫、まだおるまだおる。え、軽なったで。大丈夫大丈夫。ほんま諦めてるだけちゃうか。どうや。え、軽なったで。船長、軽なった。海に遠慮するな。怒られた。船長も言うてる。みんな、その船酔い大丈夫？今のところ大丈夫です。キャプテン若干酔ってるわ。あ、来た！来た！死なってる死なってる！ちょっと待って。ちょっと待って。お前ちょっと待って、キャプテン！キャプテン！アキナのアキナイチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押してね。あの先生ね、あの釣り、あのこの海釣りっていうのが初めて。あ、初めて。うんだったの。はい、うん、あのでもね、あの見てくれた方にはいろいろあってね、はい、あの本当にピエンな、ところもありました、ね、パオンパオンっていうのかな今の時代。